どうもみなさんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回も湘南サバの紹介やっていきます。ここは前回紹介した市役所なんだぜ。今日はここからさらに道の先に進んでいきます。早速出発していくんだぜ。今回最初に紹介するのは竜田市です。今回も左下にマップを表示してるんだぜ。このマップを作った時よりも道は増えているので若干違うかもです。まあいつかは更新するので許してくれだぜ。この右側にあるのは前回紹介したコンビニです。ここは石門のバス停なんだぜ。ここを左に進むとコンビニがあります。ここは車庫前のバス停です。まずはここを右折します。ここの右側の広い土地は大学の予定地となっています。なかなか建築が始まらない予定地の一つなんだぜ。いつかは建築されますよ、多分。ここで上の高架道路の下に回り込むことができます。ここもだいぶややこしい作りなんだぜ。走っていくうちになれますよ。このトンネルなんかいいんだぜ。この世界には地下がないですからね。だから地下っぽい場所はすごい好きなんだよなと話しているうちに第二野菜パックステーションに到着です。バスと一般車はここに駐車することができるんだぜ。このバスはパックした野菜を14個積むことができます。もちろん座席などはなしの場合ですが、皆さんもサバイバルでバス作ってみてはいかがでしょう。需要があれば作り方の動画あげようと思います。ここの紹介は終わりなので先に進みます。次はこの町のバスターミナルの紹介です。まだ正式名称は決まってないですが、竜田市バスターミナルと呼んでいます。こっち側はガソリンスタンドです。この辺はもともとは何もなかったけど、最近いろいろな建築物ができてきたんだぜ。マジでありがとうございます。ちなみにここを作ったのは竜田さんという方だぜ。今回も建築に関わった人を概要欄に載せてます。気になる方がいればその方をチェックしてくれだぜ。ここがバス停です。このバス停は屋根がある構造になっています。こちらは車置き場です。様々な車が置いてあります。そしてこちらはガレージです。こっちは車用の入り口なんだぜ。車関係の部品が飾ってあります。なぜこんなところに棒があるんだ。これでこのガレージの紹介は以上です。次はこのバスターミナルの先にあるものを紹介します。ここはバスの車庫です。連接バス含め17台ほどが止められます。なるほど、基本的に町のバスはここにあるんだぜ。
ここを右に曲がった先にも車庫があります。ここはだいぶ道幅が狭いな。もともと地形的に余裕がない場所なんですよ。あ、車体の底が引っかかっているんだぜ。そのうち動くので待ちましょう。だいぶ無理やりだけど動いたんだぜ。こちらはさっきの道の下の車庫です。この辺がくぼ地なのを使って作りました。ここにも5台ほど止められるんだぜ。ここの先の道はまだ建設途中です。土地に余裕がないので折り返しは困難なんだぜ。もともとは道の下のくぼ地ですからね。ここから上の道に戻れるんだぜ。これで雄太市の紹介は以上です。次はどこに行くんだぜ。次はこの島最大の人工島、五色島に行きます。場所が遠いので4倍速にするんだぜ。ゆっくり景色を見たいっていう人は 0.25 倍速にすれば元に戻ります。ここを右に曲がるんだぜ。ここでモノレールの本線と交差します。モノレールについては次回以降動画にするんだぜ。ここの料金所は建設中なので一方向分しかありません。なので逆走します。今とんでもないこと言わなかったか。まあ今町にいるのは自分たちだけなので大丈夫ですよ。高速道路を紹介した時はこの左側の専用道を走ってたんだぜ。ちなみに撮影中の私、ここでよそ見運転しています。そのため横揺れがかなりひどいんだぜ。よそ見運転、ダメ、絶対。ちなみに眠い時のうぷ主、この高速で寝落ちしたことがあるんだぜ。ゲームの中で良かったと感じております。それと疲れている時は寝た方がいいことも学びました。ここでパート2で紹介したガソリンスタンドを通過だぜ。前回紹介した五重の塔をまっすぐ進んでいきます。ちなみにここの道もパート2で紹介しているんだぜ。床の色とかは変わってますけどね。そして前はなかった海上交差点からの道を進みます。ここは地図に反映できてません、ごめんなさい。そして坂を登り切るといよいよ五色島が見えてくるんだぜ。この島はこのサバ最大の人工島です。そういえばこの島はなんで作られたんだぜ。それは今右側に見えている空港のために作りました。現実でも埋め立てて空港ってよく聞く話なんだぜ。まあこんなに高くは埋め立てないでしょうけど。島はここで終点なんだぜ。ここにバスターミナルがあるので停車してから紹介します。五色島到着です。道から見た空港はこんな感じです。もともとは軍事基地の計画だったので戦車があります。ちなみにここの島の主は五色さんという方です。こちらも概要欄にリンクを載せます。そしてここは ST 重工です。この建物は翔太さんという方が作りました。建物本体は翔次郎さんのやつなんだぜ。入り口を入ると受付があります。建物は2階建てでテナント募集中です。ここが屋上なんだぜ。空港が一面見渡せるようになっています。ここの島の交通手段はバスしかないんだぜ。いいえ、モノレールが島の中を走っています。ほう、それは便利だな。
ちなみに次の駅が入口駅なので、アクセス抜群です。空港も早く完成することを願っているんだぜ。いずれ完成しますよ。多分、このサバは建築中の建物が多いな。ということで、建築員はまだまだ募集中です。概要欄のリンクから DM くれなんだぜ。コメント欄でも大丈夫ですよ。画面の方は空から空港を見ているんだぜ。設定上げてみますか。おお、だいぶ土地がでかいな。サイズはどれくらいなんだぜ。サイズは160×160 マスの板が 5×20 あるので、800×3200マスってところですかね。だいぶでかいんだな。ちなみにこの世界は4ブロックで1メートルなんだぜ。モノレールの線路が街の方に伸びてますね。次は駅を見てみたいんだぜ。わかりました。着陸するのでちょっと待っていてくださいね。このバスの後ろに溶接して運ぶやり方効率的だな。バスターミナルとつながっているあれが駅の入り口です。ホームはこんな感じになっています。おお、まさに地下鉄って感じなんだぜ。まあ、島から出た途端高架ですけど。五色島はこんな感じです。次はどこに行くんだぜ。次は高速に乗って終点の竹の子市東町に行きます。あれ、それって高速道路を紹介した時に行ったところなんだぜ。あれから建築物ができたのでそれを紹介します。また移動なので、倍速をかけるんだぜ。こう走ってみると島のデカさが伝わりますね。ほんとだな。一応これはスクラップメカニックのサバイバルです。海上交差点を通過して東に進むんだぜ。最初に紹介した雄太市の上側の道からも行けなくはないんですけど、まだ道が整備できてないので、今回は高速道路から行きます。今回でパート6だが、だいぶ建築物は多いんだぜ。ですが、今回で現時点である建物はほとんど紹介し終わりました。なので、次回からの投稿ペースがもしかしたら落ちるかもしれません。けど、モノレールとか紹介するものはまだ残っているから建物紹介編は続くんだぜ。まあ、紹介するものがなくなれば次は建築編などになるかもしれません。そうなるとさらに投稿頻度は落ちると思いますが、待っていてくれると嬉しいんだぜ。このサバに欲しい施設のリクエストも受けているので、どんどんコメントください。皆様の高評価やいいね、リツイートなどが励みになってるんだぜ。たまにようつべ配信もしてるので、見に来てくれると嬉しいです。ということを話していたら目的地着いたんだぜ。ってなんだこれ？これはホテルです。あとここの道も舗装しました。バス停もできているんだぜ。このホテルはタケノコインです。建築をしたのは自分ですが、このホテルの支配人は、タケノコさんという方です。ちなみにタケノコさんはここのタケノコ市の市長でもあるんだぜ。自動運転バスなどの技術面で普段協力してもらっている方です。この街はまだまだ出来たてほやほやなので、建物が増えてきたらまた解説します。いつも通り概要欄にリンクを載せてます。この方たちの協力なしに今の街はないので、マジでありがたいです。今までもこれからもどうぞよろしくお願いします。自分はいろいろな人とスクメ化をしてみたいので、皆さんも良ければ一緒にスクメ化しましょう。このホテルだいぶでかいな。ここ今回のサムネ候補。ちなみにこのホテルは15階建てです。ほとんどがハリボテです。
階段はあるので上に上がることができますが、今回は取り忘れてしまいました。また内装が完成した時に紹介するかもなんだぜ。ということで今回の建物も全て紹介を終えました。これからもまだまだ街は発展していくので、チャンネル登録お願いします。湘南急行は普段はオートマットというものを作っています。もし興味があれば見ていってくれると幸いです。このサバの様子はツイッターで公開しているので、フォローもよろしくなんだぜ。ということで、今回もご視聴、ありがとうございました。